アニエス・ジャウィは、フランス出身の映画監督、脚本家、女優、歌手。役者から転身した女流の映画作家。若くして高い実績を挙げており、同国制作側の栄誉、ルネクレール賞を最年少で受賞。セザール賞脚本賞を4度受賞するなど、欧州各賞ノミネートの常連となっている。1964年10月19日。 フランスのパリ公外王ドセーヌ県アントニーで生まれる。サイコセラピストの母とマーケティングコンサルタントの父を持つ。パリの名門リセ・アンリ4世公を卒業、20歳までイポカーニュに通う。その後コンセルバトワールで歌唱のコースを選択。続いてテアトル・ナンテール・アマンディエの演劇学校でパトリス・シェローに指示した。百八十三年十九歳の時、 ポール・ブジュナー監督のデフォコンで女優としてデビューした。1993年29歳の時、フィリップ・ミュイル監督のキッチンでの出来事で出演するとともに脚本を始めて、下記2000年36歳の時、ムッシュカステラの恋で監督業に進出。バクリと組むユニットで脚本を執筆している。2001年、 フランスの国立学術団体アカデミーフランセーズが、授与する永年功労賞であるルネクレール賞をパートナーのバクリと共に、史上最年少で受賞した。監督も務めた、みんな誰かの愛しい人で、カンヌ国際映画祭脚本賞を受賞。また、セザール賞の脚本賞も4回受賞している。2006年、歌手として、アルバムデビューも果たし、ファーストアルバム、 カンタが翌年にフランス音楽の祭典ビクトワーデ・エラミュージックにおいてワールドミュージック部門の最優秀作品賞を獲得した。ありがとうございます。